ニコラス・ブルッシーノは、アルゼンチン・サンタフェ州、カニャーダで、ゴメス出身のバスケットボール選手。NBA のアトランタホークスなどに所属していた。ポジションは、スモールフォワード。アルゼンチン代表。2010年に、国内リーグ LNB のサンマルティンで、マルコス・フュアレスで、プロデビュー。1年目から50試合以上に出場するなど、主力として活躍した。2012年に、 レガタス・コリエンテスに移籍し、2012から13シーズンはリーグ優勝を経験。ブルッシーノは2015年の NBA ドラフトにエントリーするも、指名外で終了。同年に CA、ペニャローリに移籍。1年間プレイし、59試合の出場で平均14.6得点5.5リバウンド3.1アシスト1.5スティールという好成績を残した。 ブルッシーノは NBA 選手を目指すために2016年7月に都米市、NBA サマーリーグにダラスマーベリックスの一員として参加。同月7日にマーベリックスと3年契約を結び念願の NBA 選手となった。NBA ルーキーシーズンの2016から17シーズンは54試合の出場で平均出場時間は約9分に止まったが 2017年4月4日のサクラメントキングス戦では NBA イリアト初の先発出場を果たし33分に出場しチーム最多の16得点を記録した。しかし7月20日、マーベリックスはブルッシーノの2年目の契約を破棄し契約を解消したと発表。2日後の22日、アトランタホークスがウェーバーで獲得した。しかし、会に低迷するホークスで 出場機会を得られず12月7日に解雇された。2014年に FIBA 南米選手権でアルゼンチン代表デビュー。翌2015年のリオデジャネイロオリンピック出場権をかけた FIBA 米大陸選手権にも出場し準優勝に貢献し、オリンピック出場に貢献した。ありがとうございます。